Hello, this is Hiroshi Hayashi, Hamamatsuri, Japan. Today's story is a very important story for the Japanese people. One is Yonaguni-jima is a sort of a man-developed island, and Amaterasu may be almighty, one of the seven god of Zoroastrianism in Japanese.今日は皆さんにとても重要な話をします。一つは与那国島がですね、人口造成島であったという新たな証拠が出てきたということ、そしてもう一つはですね、アマテラスが、ゾラスター教の七前神の一人のアールマティであった可能性が非常に高くなったという話をいたします。モンカッケさんという方からこのようなメールをいただきました。で、まあ、沖縄県ではですね、今でも弥勒信仰が盛んであると。で、まあ、弥勒踊りというのはいわゆる弥勒菩薩をまあ称えて、まあ、の踊る踊りであるというようなことを教えていただきました。で、その証拠の一つとして、まあ、帽子ですよね、フリギア帽ですね。ミトラ教といえばフリギア、フリギアというのはもともとは中部トルコの古名でしたね、古い名前でした。で、そこからミトラ教が生まれて、まあ、フリギア帽というのがまあ被っていると言いますかね、ミトラもフリギア帽をかぶっています。で、まあ、この沖縄のお祭りを見ますとですね、確かにフリギア帽をかぶっているんです。これが今フリギア、これアーティストですけども、像ですけどね、フリギア帽ですね。で、これはもうフリギア帽、色はこの赤いのついてますが、まあ、これは珍しいと思います。でも色のついたのを探してみました。で、沖縄ではこうした、まあ帽子のようなものをかぶってお祭りをするということです。まあ、沖縄の、踊りを見ていただきましたけれども、モンカケさんはですね、さらに重要なことを教えてくださいました。アールマティのマティは多分祭りの 語源ともありますが、その元は宮古島でウンマティーダ、太陽神のことを指しますと。ウンは母と同義らしく、太陽神でもこのような、まあ、記号を使って表すようですと。馬は天という字を当てますと、まさにアマテラスとなるというわけですね。なち、ウンマンティーダというのはアマテラスということになると。いわゆるスプンタ・アールマティとの関係のヒントにもなるのではないかということなんですね。このアールマティというのは、言うまでもなくゾラスター教の七前神の一人です。で、スタンプはアールマティのことを調べてみますと、ゾラスター教における、まあ、7人の前身がいるんですけどね、その中の一人であると。で、神聖なる、神というですね、女神であり、また第一の守護神ともされると。で、まあ、アナヒータというのがもう一人出てくるんですけども、そのために退いて女性の徳目を管轄するようになると。アールマティは自母神とされると。そういうことなんですね。で、これがゾラスタヌ教の七前神のリストですけども、スタンプアールマティは4番目に赤い字で書いておきましたけども、います。そうしますと、まあ、もう一回整理してますと、ウンマティだというのは神、太陽神、太陽の神という意味になると。そして、ウンはマダーを意味すると。ステカに母っていう字ですね。で、ウンマっていうのはヘブン、天国を言うわけですね。そして、それゆえにですね、
テイダっていうのは太陽を表すと。で、ウンマテイダっていうのはアマテラスのことを言うんだと。ウンマテイダ、アマテラスってことになるわけですね。ウンマテイダ、アラス、アマテラス。で、アマテラスっていうのはスペンター・アルマイティから来てるんだと。まあそういうふうに教えてくださいました。非常に筋が通ってますね。で、スペンター・アルマーティは、すなわちゾラスターの神である。ということは、ゾラスター、まあ、それからミトラ教が生まれ、まあ、ミトラ教とともに日本の方にやってきたというふうに考えられるわけです。もちろん、で、またさらに面白いことにですね、もちろんというか、そのルートなんですけども、どういうルートできたかというと、まあ、これはもう沖縄県の方では常識なんですけども、ベトナムの方から、いわゆるインドシナ半島の方からやってきたっていうんですね。このことはですね、与那国島の謎を解く一つの重要な鍵になるわけです。というのは以前から、なぜ与那国島かということで、プレハビアから120度ラインで上がってきたところに与那国島があると。しかもこの与那国島は人工島であるということを私は証明いたしました。で、それをその裏付けと資料となるわけです。で、ここにありますね。もう一度繰り返しますと、ミルクシンの電波はですね、与那国島まで広まった後、今度は与那国島から沖縄本島の南部沿岸に電波したと。ということはですね、ミルク教はですね、いわゆる中国の方から来たのではなくて、東南アジアの方から上がってきたというわけですね。そしてこうして与那国を通って沖縄へやってきたというわけです。このルートに皆さん注目してください。これは以前私が与那国島へのルートを発見した時の裏付けになる、まあ、重要な証拠となります。それではどうか次のビデオをご覧ください。 Thank you very much.